お前たちが勝ったらこの看板を譲ってやんよ。虫相撲こそ最適な方法。最近超強い鬼カブトムシを捕まえたんだ。俺様はそいつを暗黒悪魔と名付けた。だが惜しいことに俺様は今日暗黒悪魔を持ってきてね。持ってきてなくてよかったぜ。だが決闘はどうすりゃいいんだ。困ったな。お、見ろよ、あれトーマだよな。あいつも祭りに来てたのか。トーマに決闘の方法を聞いてみようぜ。トーマならきっと考えがあるはずだ。トーマ、トーマー、こっちこっち。あ、旅人パイモン。こんなところで会うなんてとても奇遇だ。展示会でタヌキの顔出し看板がすごく好きな人物が現れたって聞いてね。何しろ俺たちシャブ業が主催する祭りなんだから、そんな人物がいるなら会っておくべきだろ。その赤い角、俺の目に間違いなければかの有名な荒滝派の王様、荒滝一斗殿では。やっぱトーマのアンちゃんは見る目があるぜ。神里家の無敵騎士。俺様も以前からお前のことは聞いてたぜ。はじめまして。イット殿は実に褒め上手なお方だ。おお、この二人もう意気投合してるぞ。まさかイット殿と旅人がここにいたとはね。俺もギリギリ地元民と言えるだろう。何か困ったことでもあるのかい？遠慮しないで何でも言ってくれ。イットのことだ、こいつが。なんてことねえよ。俺たちはただ決闘の方法について話し合ってただけだ。ほう、決闘の方法ね。それなら一つ提案がある。姿の彩り祭での決闘なら奉仕活動対決にしてみないか。共に姿の彩り祭を盛り上げるんだ、どうかな。奉仕活動対決。聞いた限りじゃ全く荒滝派の合議とは関係なさそうだが、点数で言うと2点しかやれねえな。1点は旅人、もう1点はトーマのアンちゃんのメンツのためだ。ちなみに親分の満点は100点っす。うん、確かにこの仕事には豪快さは必要ない。必要なのは忍耐と奉仕の気持ちだけだ。それに奉仕活動だからこれといった報酬もない。唯一セーリングブリーズの作品提携ドリンクが差し入れとして配られるのみ。確かに荒滝派の対面にはふさわしくないかな。少し考えが足りなかったよ。おい待て、今何の差し入れだって？お？八重堂とセーリングブリーズが共同で出した特別な飲み物だ。特に言うほどのことでもないが。親分、あの飲み物だ。これをやればあの飲み物だ。トーマのアンちゃん、お前は知らないかもしれねえが、俺様が言った2点、実は2点満点中の2点だ。なんせ俺たち荒滝屋は忍耐と奉仕でできてるんだからね。お前の考え全く豪快で熱く燃えるような、あんだまるで俺様のために作られたみたいだぜ。旅人、これで決闘しようぜ。先に奉仕活動を終わらせた方が勝ちだ。どうだ？さっきまで興味なかったくせに。この俺様、荒滝鉄血第一とは曲がった人生をたどってきちゃいねえ。決闘やるって言ったからにはやるんだよ。目当てが飲み物だって他の人に知られたくないだけだろ。だったら俺が審判を務めるよ。
奉仕活動の仕事はとても簡単だ。祭りで手伝いを求めてる人を助けてあげてくれ。届いた仕事の依頼を君たちにも配っておくよ。準備ができたら始めようか。